ケープカイロ鉄道。ケープカイロ鉄道は、アフリカを南北に縦断する未完成の鉄道路線である。この鉄道の計画は19世紀末の植民地支配の時代に起源があり、南北に連なるイギリス帝国の植民地を、南はケープタウン、ケープ植民地、現南アフリカから、北はカイロ、エジプトまで結ぼうというセシルローズの構想に基づいている。現在までに、 計画の半分以上が開通しているが、スーダンとウガンダの領内に大きな未開通部分を残している。ケープカイロ鉄道はイギリスのアフリカにおける植民地政策と密接に関連している。セシル・ローズは南部アフリカでイギリスの植民地を拡大し経営していたが、やがて大陸を英国領の赤い線で南北に貫くことを構想した。鉄道は領土の統治や 軍の移動、入植者の輸送、交易などに用いられ、この構想の重要な要素であった。実現すれば、地中海沿岸諸国やヨーロッパとアフリカの、サハライナントの貿易が促進されると見られた。鉄道建設を妨げたのは、長大な距離や変化に富んだ地形、気候ばかりではなく、政治的な障害もあった。19世紀には、他のヨーロッパ列強もそれぞれアフリカにおける権益を、 拡大しようとしており、イギリスと対立していた。フランスは、西アフリカからジブチまで東西に植民地を連結しようと試みていたが、ファショダ事件でイギリスはフランスから情報を勝ち取った。ポルトガルもでアンゴラとモザンビークを東西に結ぼうと、下が断念した。東アフリカでは、ドイツ領東、アフリカ、現タンザニアの大陸部分タンガニーカによって、イギリス植民地は分断されていい。 また、南アフリカでは二度にわたる、防和戦争が起こり、その平定のためにイギリスは、当初の想定を大きく上回る犠牲を強いられることになる。第一次世界大戦で、ドイツが敗北した1918年以降、鉄道建設を阻む政治的な障害はもはや存在しなかったが、大戦で消耗したイギリス本国の財政的な理由により、鉄道の建設は進まなかった。 そして第二次世界大戦後はアフリカ諸国の独立による植民地時代の終焉でイギリスにとっては鉄道建設の意義自体が失われた。21世紀に入りケープカイロ鉄道に近い構想は復活しておりかつてイギリスを阻んだ旧ドイツ領東アフリカと南部アフリカを結んだタンザ山ン鉄道を建設していた中華人民共和国は ケニアのモバサからナイロビをまず結び、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、南スーダンまで縦断するで東アフリカ諸国と2014年5月に合意した。この計画はさらに、今後民主共和国やエチオピアに延伸するとされ、中国は、ベンゲイラ鉄道、ダカールニジェール鉄道、ジブチエチオピア鉄道などでもかつて、ポルトガルとフランスが失敗した、陸横断鉄道を建設するかのような動きも、 行っている。これに対して、帝国主義的な19世紀の構想である、ケープカイロ鉄道の経済効果と必要性を疑問視する見方も出ている。エジプト初の鉄道は1856年に開業したアレクサンドリアカイロ間である。現在では、南はアソアンにまで達している。エジプトでの期間は1435ミ、mm、リメートル、標準期である。アソアンから南は ナイル川の鉄道連絡線により、スーダンの最北端の町、ワジハルファに至る。ワジハルファから、スーダンの首都、ハルツームまでは、期間線6 7 m m 狂気の鉄道で結ばれている。これは、マフリの乱の制圧後、1897年から、ホレイショキッチナーの主導で建設された、鉄道網の一部である。ハルツームから、南は、ワーウ。 南スーダンまで鉄道が通じており、スーダンの鉄道網は国営スーダン鉄道により運営されているが、内戦とその後の政治的混乱により、当地の設備は荒廃した状態にあり、中国の支援でハルツームからポートスーダンまでの鉄道は金火されている。東アフリカの鉄道の期間は1000 m、mm、m の狂気であり、インド洋の港から内陸を目指すように、イギリス領、現ケニア、 ウガンダとドイツ領、タンガニー以下のそれぞれで並行して進められた。後に、これらの路線は一つに結ばれ、ウガンダのビクトリア湖畔の都市カンパラから、ケニアのモンバサ、あるいは、タンザニアのダルエスサラームまで繋がっている。これらの鉄道は、旧イギリス領の鉄道を経営していた、ウガンダ鉄道を引き継いだ東アフリカ鉄道によって運営されていたが、 1977年の東、アフリカ共同体解散後は国ごとの国有鉄道に分かれた。タンザニアのダルエスサラームからザンビアのカピリムポシまでの 1860km はタンザン鉄道によって結ばれている。期間はスーダンや南部アフリカと共通の 1067mm で、東、アフリカ、タンザニア自身を含むの他の鉄道とは異なる。 これは1976年に中国の援助で開通したものである。この鉄道の目的は本来、ザンビアの鉱山資源を白人支配下にあった南アフリカやローデシア、原ジンバブへ、当時ポルトガル領だったモザンビークを経由することなく、インド洋の港まで運ぶ子であり、ケープカイロ鉄道の構想とは無関係である。しかし結果的には、これによって東アフリカと 南部アフリカの鉄道網は一つに結ばれた。ケープカイロ鉄道の南部は第一次世界大戦前にイギリス統治下で完成しており、現在は各国南アフリカ、ボツワナ、ジンバブへの国有鉄道によって運営されている。この部分の機間は1067 m m ケープ機関である。建設はケープタウンから始まり、キンバリーを経由して、 ボツワナに入り、鉄道網の結節点である、ジンバブエ第二の都市、ブラワヨに至る。さらに北に進み、ザンビアとの国境のザンベジ川を1905年に完成した、ビクトリアフォールズ橋で渡り、カピリムポシでタンザン鉄道と接続しており、この経路を通る、世界最高級の豪華列車を歌うボスレールの、国際列車は2年に一度回路まで、船舶などを利用して運行されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。